皆さん学校の仕事楽しんでますか？きっとね、楽しんでる方もいらっしゃると思いますけどね、苦労されてる方もいらっしゃると思います。ここでね、大切なお知らせです。教師の仕事は素晴らしい。私の師匠のね、向山陽一先生は何回生まれ変わっても教師になりたいっておっしゃってるんですね。これね、どうしてかというとね、ポイントがあるんですよね。いい授業をする力と教育課程を編成する力。私今、チャンネルで、教務主任のね、仕事術を配信してますけど、これも大事なんです。これも大事なんです。でも若い先生はこっちですよね。いい授業をする力。これをね、身につけるためにはね、私若い頃には 2way 文化っていうのにお世話になったんです。皆さんメルマガされてますか？メルマガね、今の時代はこれからはね、メルマガがね、新しいんですよ。そこでね、お知らせです。なんとですね、トス代表のね、谷和樹先生が明日からメルマガを配信します。ここに書いてます。読めば絶対に授業の腕が上がる超プレミアなメルマガなんですよね。谷和樹先生っていうのは日本でね、一番授業が上手い先生と言われてます。今ね、大学先生されてますけどね。このメルマガがなんと12月8日、明日から配信されるんです。つまり明日からね、これ読むことができるんです。概要欄にね、リンク貼ってますのでね、ぜひこのメルマガっていうのを使って、教師の授業の力を上げる、しかもね、授業が楽しくなる、先生も子供たちも楽しくなるっていう、そういう情報をね、ゲットしていただきたいなと思って、今日は授業を、今回はこの動画を配信させていただきました。ぜひ皆さん申し込んでください。